さんありますよ、星野さとし。よろしくお願いします。星野さん、お願いします。じゃあコメンテーターの星野さんが変わります。さあ、ちょっと巻き気味でいきましょうか、はいはい、後半戦はこのトップバッターはこの方です。カモメ。さあ、カモメさん、この流れでですよ。もうこれしかないですね。カモメさんがやるとしたらこれしかない。こちらです。おで、テレ朝で今度ね、はい、25日2日後にやるワールドカップのサッカーコロンビア戦あります。はいはいはい。特に今回やるのはこの松木安太郎の解説のまとめです。この松木安太郎って何で知ってるか、はいはい、まあ、知ってます。はいはいはい。そうしたら知ってます、はい、まあ、なんでしょう、毎回、まあ、先見せますけど、ワールドカップの予選の解説で14勝6分け1敗を誇る、もう勝率の高い解説なんです、もともと松木さんは。で、まあ25日あさっての朝5時からこのコロンビア戦放送されるんですけど、はい、で僕は松木さんの解説っていうのはもう独特だと思ってまして、はいはいはい、特徴が、解説なくてあくまで応援なんです。解説はしてません。で、僕とか例えば、ちゃんとね、岡田武史監督とかの解説とかあるんですけど、NHK は、はい、松木さんの、僕は松木さんが解説やってると音を消して BS で見るぐらいなんですよ。なんですけど素人の方からしたらすごい訴求力があるんです。なるほどね。で、これその、まあ、情報よりも感情を優先するんです。で、日本のための解説をするんです。相手国はもう腐します。基本も自分、日本が勝ってほしいんです。なるほど。日本以外どうでもいいんです。感情が入っちゃって見たくないんです。そんな感じで、例えばじゃあちょっと解説の一部いってきますけど、まずミドルシュート、アジアのライバル国のオーストラリアに決められた際の松木さんの一言なんですけど、もともと松木さんの解説って居酒屋のおっさんなんです、スタンスが。例えばじゃあトシさんがこのもしそのなんかファンで、じゃあ的にゴール決められたらどう言いますかって言うにしても、もう感情で言っていいですか。感情で言っていいですよ。もうマジかよ、ふざけんなよ、ね、ふざけんなよ。松木さん違うんですよね。もう松木さん違う、むちゃくちゃなんですよね。ゴール入ってるんですよ。入ってない、入ってない、入ってない。全然入ってない。入ってるんですよ、ミドルシュートは確実に。ゴールネットに入ってます。だけど、松木さん、もしかしてこれは、入ってたら日本は負けちゃうんです。だからもう、そうそう、そしたらこれ負けちゃったんですけど、入ってたら困るんです。だからもう松木さんは、これはもう入ってないんだって言うんですよ。で、隣の解説のその、アナウンサーの方が、いや、松木さん入ってしまいましたよって感じで、見なすと基本が。それさらに、じゃあ今度、ヨーロッパ今度遠征で強いで、こうオランダって今強いワールドカップも勝ってます、うん、オランダで 2-1 でなんと日本までリードしてます、この時。あ、ね、2-1 で勝ってたんですよ。なのに同点ゴールを決められてしまった日本が、親善試合で、うん、これももう大結果です、まあ、2-2 でも、うん、でもその時松木さんじゃあ、なんて言ったとか、同点食らって、いや、じゃあもうこれはもう入ってない、入ってないんですよ、まず入ってない、入ってない、1点も入ってないです、彼の中では、うん、はい、もうなんて言ったんですけど、うん、もうね、言葉じゃなくなります。え、にゃーって。これはね、YouTube に残ってます。2-2のオランダ戦。にゃーって言ってるんですよ。解説じゃないですね。で、僕ら横のアナウンサーが、あ、入ってしまいました。ああ、にゃーって言ってますから、それをぜひ見ていただく。これも、松木語録はすごいんです。それは、同じオランダ戦、2-2でまあ引き分けた試合なんですけど、1-1になってから惜しいシュートを、こう、打った後のこの、まあ、松木さんの人惜しかったんです、その人入んなかったんですけど、うん、時に松木さんが言った一言がこちらですね。ゴールちょっとずらしたいよね、もうシートが上手くなってほしいじゃないですよ。ゴールがずれてたら入ってるんですよ。なんでゴールがずれてないんだと。そっちのもうだから、もう選手の頑張りじゃないです、ゴールが入ってほしいんです、まず第一の感情として。それにもうちょっとずれたやつあるのが、新天地で韓国相手、結構ライバル国なんですけど、うん、点が取れてきて、岡崎がドリブル後のシュートが外れた際に松木さんが言った一言があるんですけど、これももう、まあ、これと似たようなもんなんですけど、まあ、長いんですけどね。岡崎行け、岡崎行け、あー、ダメか、でも今、キーパーいなかったら入ってましたよ。キーパーさえいなければね、ゴールは決まってたんです。だけど、キーパーがいたから、シュートが入らないんですよ。なんでいるんだと。いなければシュートが一回入ったのに。なんなんだと。許せねえと。これ松木さんは毎回、この論理で毎回、もう、言ってることは意味わかんないです、基本。意味わかんない。日本が勝つためだったら、キーパーはいなくなってほしいし、シュートも絶対入ってほしいんです。ゴールがずれた時、もう根元から。これ松木さんですね、今度、あ、違う、最終戦。大事な試合で PK 取りまして、その時アナウンサーが、まあ、PK 獲得しましたねと。この時ホンダがボールを自分で持ったんですよ。自分が PK を取ったわけじゃなくて、違う選手が取ったのは俺が決めるとキーパーがボールを取った、はいはい、その時にアナウンサーがこれ自分で掴んで離しませんでしたね、ボールをと、はい、これは自信があると見て松木よろしいですかと、決められる、ホンダが決められる自信があるからボールを握ったんですよねってこう松木さんに聞いたコメントの時に、松木さんの返しが、黙ってみましょうと散々ね、おい君はオフサイドだ今ってあるだろうって言うから、もうアナウンサーがちょっと振ってくると、いや黙ってみましょう、
が決めるの黙ってる。見たい、まず見たい。うるさいから黙ってみろ。自分が言うときがうるさいんで見てないの基本マツキさんは。今見たいから。そうそう見たいからちょっと黙ってくれ。黙っててくれと。でこれ説明不足なせいでほぼ意味不明な解説しまってるマツキさん、まあ、多いんですけどこういう時は。ほいほいほい。もうほぼ言ってる意味は分かりません。もう感情で汲み取ってください。はい。いるんだけど言ってないっていうね。いるんだったら言ってくださいっていうシーンが今日のゲームでは必要になってきますよ。わけわかんない。いるんだけど言ってない。だから多分ディフェンダーが来たんだけど来てないんだけど、もしディフェンダーがいるんだったら来てくださいっていうのを要求するシーンが今日のゲームでは必要になってきますよって言わなきゃいけないですけど、あまりに感情が乗っちゃっててわけわかんない。わけわかんない。ディフェンスが来てるとかそういうの言ってないんで。そういうことなんですね。そうだからあの僕とかはあの音を消すんです。好きな人はもう消しちゃう。もう感情で見たい人はこのまま。なんか分かるからいいかになるんですよね。でこうアウェー戦、今度日本が 2-1 で勝ってる状況でロスタイムが、ね、6分で発表された時、まさかこれ普通ロスタイムで3分、2分、1分あるんですけど、なるほど長いとこれもう勝ってんのに何やってんだってことで、もうね、テニオ派とかね、丁寧な言葉を解説して言わなきゃいけないんですけど、もうね、うん、ふざけたロスタイムですよ。ふざけやがってと。日本が勝ってんのに、なんで6分も取ってやがるんだと。ふざけた。で、さらにこれ同じ試合なんですけど、2-1で勝って、川島は今度、まあ、全くファールじゃない場面で一発でとかで退場しちゃったんですよ。あらもうこれふざけんなと怒ってるんですよ。ちょっと感情的になりそうですね。そう、もう手に弱感でなくなりましたね。お、なんなんすかこれ、なんなんすかこれってすごいです。もうやからやからです。完全にやから怖すぎなんですよ。で、まあ試合に集中しすぎて途中で本当何言ってるか自分でももう全く何言ってるか分かんなかったなってる状態の松木さんが最後これですね。これは何度見てもさっきのはやっぱこれ違うね。もう自分で何を伝えたいことがあるんだけど、これ違うねの何を違うかはこれ僕も分かんなかったです。なんかこれ何度見てもこれ、あこれやっぱ違うねって自分でもう制しちゃうんですよね。感情が高ぶっちゃう。解説するなってない。なってないんです。ただこの解説が異常に人気で視聴率も結構上がる。上がるみたいですもんね。14勝しちゃうんで、今度のギリシャ戦はね、ぜひ松木さんのよくわかんない解説を見てください。僕は音を消します。以上です。コメントさん、どうもありがとうございました。お見事。お見事ですね。レートコーさんいかがでした。久しぶりに見たらエッジ効いてるね。いやもうワールドカップですからもう、まあ、この時期でも来ないと。そう、本当に。いやまた来月も楽しみだよね。いやもう勝たなきゃいけないですからね。もう完全にまた仕上がってましたね。素晴らしいですよ。いやありがとうございます。ありがとうございます。小嶋さんいかがでした。いややっぱ解説って大事ですよね。大事ですね。あの大阪の方だったらローカルで、はい、阪神戦が、はい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 、阪神戦だと福本豊っていう、はい、世界の福本さんが、はい、実はあの名物解説者で、はい、あの無理なあの振りが来ると、はい、解説しないんですよ。無視をするって、やっぱり決め込んで、アナウンサーがその、ね、あの放送事故になるんで、はい、もうつなぎに行くんで、そしたらもうそのままでこう、あれ、何も言わんかったね、そうそうそう、どうですかね、福野さん、とあんまり決め込んで、成り立つんですよ、なんか味あるんだね、その人の味なんで、あくまで、ニュアンスで感じ取りましょう、なるほど、ゴール決まってほしいって気持ちは同じだから、なるほどね、やっぱゴール連れてほしいっていうだけなんで。いやでも情報欲しいですけどね。一切情報は言わないです、松木さんは。いやいや嬉しい。打て勝てとファールしたしか言わないです。はい、あとあのゴール決めたらニャーって言うと思うそれも見てください。ぜひぜひ。はい、以上です。あさってですね。あさって見れますんで、朝から見てください。以上です。ありがとうございました。ごめんなさい。お見事な一発目にふさわしい、もう時間もタイトルにまとめて嬉しいですね。さあ行きましょう。続いては